こんにちは、Dスケです。ということで始まりましたレゴの新作をチェックしようのコーナーでございまして、先日レゴ公式より公開されましたレゴマリオとレゴルイージの協力プレイ映像を一緒に見ていきたいと思います。大人気のレゴスーパーマリオシリーズですが、レゴマリオはもう持ってるよって方も多いと思います。そして7月10日に待望のレゴルイージが発売される予定になっていて、マリオと同じく電池で動作します。目と口と胸に液晶ディスプレイが搭載されていて、動作やアクションブロック、そして色に対応して様々な表情や反応を見せてくれるんですよね。そして今回の大注目なポイントが、このマリオとルイージが連動するということでして、その内容をより具体的にイメージできる映像がこちらになります。Lego Mario and Lego Luigi together at last. Are you ready for a whole new way to play? Let's jump right into it. When you play together, Lego Mario and Luigi react to each other's moves, which gives you extra coins. There's so many cool interactions to discover. Are you okay? And with the amazing new expansion sets, there's a whole new world of adventures. Perfect for playing together or by yourself. It's up to you.Get ready to tackle new challenges. Figuring things out as a team? Sometimes you gotta think smart. It's always worth the extra effort. The best part is you can play however you like. So sometimes you might want to team up to defeat an enemy. Help each other out and work together. While other times you might want to go head to head and compete against each other. Let's go!There's something pretty awesome about sharing challenges. And sharing rewards too. Bye-bye. Get ready for awesome new ways to play and exciting new adventures with LEGO Super Mario.いやー、いいですよね。マリオとルイージの声がそれぞれ聞こえてくるだけでも楽しさが倍増しますよね。マリオがやられてルイージがこの悲しそうな表情をするのとかすごくないですかね。そしてこちらは7月と8月に発表される新セットになりますね。これはシーソーのように動かしてますね。これは交互にジャンプしてますね。こうやって踏みつけることで、塔をグラグラさせることができるんですね。これはマリオを回転させてルイージがキノピオを助けに行くんですかね。これはマリオとルイージを操作して10ゲームのところがぐるぐる回転してますね。いやー、どのセットも協力プレイを考えてのモデルになっていて、めちゃくちゃ楽しそうですよね。歩く、回転する、ジャンプするなどの動きをシンクロさせることでコインを集めたり、協力して敵を倒したり、チャレンジをクリアしてボーナスコインを分け合ったりと、今回のルイージの登場でレゴマリオの遊びの幅が大きく広がったように思います。はい、ということで今回はレゴマリオとレゴルイージの協力プレイ動画をチェックしました。今から発表がすごく楽しみです。それでは次の動画でまた会いましょう。